ジャコバ、または、ジャコビサは、コソボ西部の都市及び、基礎自治体である。また、ジャコバ軍の行政的な中心都市で2011年、現在の基礎自治体の人口は94,158人で、ある。2011年現在、市外に4万8,000人が居住し、基礎自治体全体では9万4,158人が、居住する。 欧州安全保障協力機構によれば自治体内の人口構成は92%、をアルバニア人が1%を、セルビア人が残りの7%、をその他の民族が占めている。1999年以降、セルビア系の人々はジャコバからは極端に減っている。セルビアの歴史的文献によればジャコビツァ、またはジャコバは14世紀後半に設立された。 セルビア人貴族ブクブランコビッチの配下であるヤコブという人物がここに修道院を作って自身の名前を冠しその後その名前が町の名前にもなった。アルバニア語でヤークは血を意味する言葉でアルバニア人の伝統的な氏族関係に関連する。1454年までジャコビッツァはブランコビッチの統治下にあったが、その後スマン帝国に支配される。 オスマンの土地大帳の調査によれば、ジャコビツァの村には65のセルビア人と2つのアルバニア人の住居があったとされる。16世紀になると、今日のメトヒア地域へのアルバニア人の移住により、アルバニア人人口が増加し始める。ジャコバは、バルカン戦争時、セルビア・モンテネグロの軍によって大きな被害を受けている。1912年のニューヨーク・タイムズの報道では、 オーストリア・ハンガリー帝国の情報を引用し、人々は、道の両脇で、公主刑に処され、ジャコバは、公主代の通りになっているとしている。当時、ジャコバは、モンテネグロの憲兵隊などによるヒキリスト教徒などに、対する迫害と暴力の場となっていた。コソボ紛争時、アイサイトや OSCE などによれば、ジャコバの75%の市民は、強行的に、 セルビア警察や準軍事組織、ユーゴスラビア軍によって町から追放されその過程で多くの市民が殺害されたとしている。街は放火や略奪を介してだけではなく、ユーゴスラビア政府の治安部隊とコソボ解放軍との交戦によって大部分は破壊された。ジャコバでのユーゴスラビアの治安部隊の行為は国連で戦争犯罪として 当時の大統領であったスロボダン・ミロシェビッチは告発されている。ほとんどのアルバニア人は終戦後に戻ってきており、2001年の民主的な選挙によってコソボ民主連盟が勝利した。商業施設や工場が再開されたり、新たなテレビ局やラジオ局が開局するなど復興も進んでいる。ありがとうございます。